グスタフ・クリムト、グスタフ・クリムト、1862年7月14日から1918年2月6日は、世紀末ウィーンを代表する、帝政オーストリアの画家。グスタフ・クリムトは1862年に、ウィーン郊外のバウムガルテン、ペンチングに生まれた。父・エルンツトは、ボヘミア出身の堀ン氏、母・アンナは、 地元ウィーン出身であり、クリムトは七人兄弟の第二子であった。ウィーン日本人学校で学んだ後、1876年に博物館附属工芸学校に入学した。後に弟のトモコの学校に学び、それぞれ彫刻し、彫金師となってクリムトの作品を飾る学の設計を行っている。工芸学校でクリムトは、石膏像のデッサンや古典作品の模写を中心とした。 古典主義的な教育を受けた。1879年にクリムトは弟エルンツとおよび友人のとともに共同で美術やデザインの受け負いを始めた。ハンス・マカルトの影響を受け、1884年にマカルトが死去すると、クリムトは彼の継承者とみなされた。卒業後に3人は芸術歌唱会カンスラーコンイニーを設立した。 劇場装飾を中心とした仕事はすぐに軌道に乗り、フィューメ、ブカレストなどへも派遣されるようになった。1886年から1888年までは、ウィーンのリングシュトラーセ、リンク王通り沿いに建てられたブルク劇場の装飾を引き受けており、この功によって後に金光炉十字章を授与されている。 ウィーン氏からの依頼を受け1888年に制作したキューブルク劇場の観客席は感激する当時のウィーン。社交界の人々を正確に描き第1回肯定賞を受けるなど高く評価された。同じくリングシュトラーセソイの美術史美術館でも装飾の仕事を行っている。ウィーン美術界における名声を確立したクリムトは1891年にクンストラーハウス、 ウィーン美術家組合に加入し、1893年に早くも、ウィーン美術アカデミー教授への推薦を受けたが、結局任命されることはなかった。1892年には、父と弟のエルンストが死去している。装飾家として、名声を得ていたクリムトは1894年に、ウィーン大学大行堂の天井画の制作を依頼され、哲学、医学、法学の、 学部の絵三点を担当することになった。人間の知性の勝利を高らかに歌い上げるという依頼者が意図したテーマに反し、これら三作は理性の優越性を否定する運営に満ちたもので、その是非をめぐり大論争を引き起こした。1896年に提出された構成主体を見た大学関係者により行われた講義は一旦は沈静化したものの、1900年と1901年に、 哲学及び医学がそれぞれ公開されたことで論争が再燃し、帝国議会にいて、依頼主の文部大臣が攻撃される事態にまで発展した。あまりの論争の大きさにクリムトは契約の破棄を求め、事前に受け取った報酬を返却した。美術館及び個人に売却された三枚の絵は後に、ナチスによって没収され、1945年に、インメンドルフ城において、 新英隊が撤退する際の放火により、没収された他の作品と共に消失している白黒心及び医学の修作が現存。この間、1897年に保守的なクンストラーハウス美術家組合を嫌った芸術家たちによってウィーン分離派が結成された。分離派は古典的、伝統的な美術からの分離を標榜する若手芸術家のグルーであり、 クリムトが初代会長を務めている。分離派は展覧会、出版などを通してモダンデザインの成立に大きな役割を果たした。クリムトは1902年の第14回分離派展、ベートーベン展に大作、ベートーベンフリーズを出品したが反感を買う。この作品は長年行方不明となっていたが、1970年にオーストリア政府により買い上げられて、 修復を受け、現在では、セセッション館、分離破壊館に展示されている。翌1903年の第十八回分離派展では、クリムトの解雇展示が行われた。この展覧会で、初めて出品されたのが、当時のクリムトが置かれた状況を映し出す、人生は戦いなり、黄金の騎士、1903、愛知県美術館像である。年に、 ヨーゼフ・ホフマンらによって設立されたウィーン工房に、クリムトは強い関心を示していたが、この団体に対しては、美術の商業家であるとの批判が、分離派内部からもなされていた。写実派と様式派による対立、国からの補助金停止などが重なり、クリムトとその同志は1905年に分離派を、脱退し、翌年オーストリア芸術家連盟を結成した。後に、 ウィーン工房によるストックレーテーの壁画制作などを行い、上流階級の婦人たちの肖像画を多く手掛けた。1910年代には、作品も少なくなり、金箔などを用いる、装飾的な作風から脱却してい。1918年、ウィーンで脳梗塞と肺炎、スペイン風邪の症状悪化により発病をにより死去した。ウィーンのヒーチンガー墓地に埋葬されている。 クリムトの家には多い時には15人もの女性が寝泊まりしたこともあったという。何人もの女性がラフモデルを務め妊娠した女性もいた。生涯結婚はしなかったものの多くのモデルと愛人関係にあり、非着出子の存在も多数判明している。著名な愛人話であり、最後の言葉もエミリエを呼んでくれであった。エミリエは クリムトの死後にクリムトと交わした手紙をほとんど処分し、生涯独身を貫いている。生誕から150年がたった2012年9月30日、晩年に創作活動を行ったアトリエが再現された。女性の裸体、妊婦、セックスなどセキュララで感能的なテーマを描くクリムトの作品は、完備で妖艶なエロスと同時に、 常に死の香りが感じられる若い娘の遺体を描いた作品もある。また、ファム・ファタル、宿命の女というのも多用されたテーマである。接吻に代表される、いわゆる黄金の時代の作品には金箔が多用され、絢爛な雰囲気を醸し出している。クリムトは、同時代の多くの芸術家同様、日本や東アジアの文化の影響を強く受けている。 日本文化への深い系統は、甲冑や能面などの美術工芸品を含むプライベートコレクションからも明らかで、1900年分離派会館で開かれたジャポニズム展は、分離派とジャポニズムの接近を象徴するイベントであった。特に浮世絵やリンパの影響は、クリムトの諸作品の貴重あるいは細部の随所に顕著に見とれる。クリムトは、かなりの数の風景がも残している。 ことにあった湖付近の風景を好んで描いた、静止角形のカンバスを愛用し、平面的、装飾的でありながら静音で、同時にどことなく不安感をもたらすものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。